はい、どうも皆さんこんにちは。女子プロのお家っていいですかのお時間です。本日はですね、千葉国際カントリークラブさんに、お邪魔しています。こちらでですね、とある女子選手が練習をしているという情報をゲットしたので、お家交渉に行ってみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、アプローチ練習場に来ています。あそこにですね、今回のお目当ての選手がいると思うので早速行ってみましょう。練習中すいません。あ、見つかった。あ、見つけちゃいました。すいません、もしかしてあなたは？キャサリンです。違いますね。ハタルナツキです。お願いします。こちらこそお願いします。はい、セクシーダイナマイト。明るい性格が魅力の畑野夏希選手は1997年8月26日生まれの22歳。2019年決意を胸に挑んだ4度目の JLPGA プロテストは惜しくも不合格でした。現在プロテスト合格を目指し奮闘中の畑野選手に密着。さらに篠崎真奈、瀬戸瑞希両選手と開催されたプロテスト不合格の残念会に潜入すると、我慢していた本音が爆発。ダメ、涙出ちゃう。泣いて泣いて。あ、ダメダメダメ。もう泣きな。そしてお家はまさかの畑野夏希編スタートです。マジ皆さん、これマジリアルです。4回すんの本当ですよ。もう本当にもう箱根駅伝みたいになってきちゃって、もう本当にもうやんなっちゃう。助けをつない届えたい。もうだから、まあ、もう卒業と同時にみんな受けてるのが普通だったんで、先輩とかも、まあ、みんなプロテスト受けて、でダメだったり良かったりっていうのがあって、まあ、すごい怖いなとか思ってたりしたんですけど、でもぼんやり生きてましたね。今と比べるとやっぱ、うん、今と比べると本当に、まあ、やらされてた感が強いっていうか、まあ、ゴルフしかなかったんで練習とかはすごくやってたんですけど、考えたりしてはやってなかったですね。これがやりたいとかなかったし、大丈夫これ放送できる？はい、本当に、まあ、だからシーズン QT は良くて、できる LPGA ツアーに出させてもらってる時に、もうでも10試合連続予選落ちしたんですね。その時とかっていうのはもう本当にもう何もする気起きないし、もう連単自殺出てるし、なんかもう本当になんで生きてんだろうみたいな、すごく思っちゃったんですけど、まあだから9月以降にもう一回頑張ってみようってなった時に、まあ三橋さんと YouTube をずっと見てて、あ、この人に一回習ってみたいと思って、じゃあすぐやろうってことで考えてくださって、そっからもう今三橋プロにもう本当に常に毎日 LINE したりしてるんですけど、それぐらい今はゴルフに対して、まあ、楽しくなったんですよね。単純にゴルフのことを知れて、今まで本当に感覚でしかやってこなかったんで、ゴルフのことをもっと知りたいなって思うようになりました。なるようになりました。はい、日本のアンジェリーヌ・ジョリーです。嘘です。畑野夏希です。お願いします。貯金4万しかないゴルファーです。瀬戸瑞希です。じゃないよね。イエーイ。じゃないですよ。グラビアアイドルではなくゴルファーです。篠崎真奈です。お願いします。イエーイ。2019年プロテスト残念会スタートです。乾杯。プレッサー。はいはい、畑野です。マジやべ。いや、古いんだよね、ちょっと。うん、結婚相手募集中です。いや、いいよ。プロテストですか？地獄でしょ、あんなの。ね、表情なくなるよね、だって。え、1週間もただただしんどいみたいな。うん、早く過ぎてよ、みたいな。え、てかもう、本当にしんどかったね。うん、しんどいね。今年は。え、しかもやっぱり、毎年のことだけど、あ、ありがとうございます。誰も、超寄っても、誰もナイスも何も言わんし、それはないよ。いやいや、なかったよ。なかった？
私18番ホール初日か2日目めっちゃ近かったの、うん、マジシーン結構ギャラリーいるんだよ。あーギャラリーはね、ね、一緒の組は言ってたよ。じゃないと楽しく行こうって言ってたから。誰と回ってたの？だって周りはさ、そんなさ、ね、あ、でも結構いろんな人と回った。4日間あるからね、うん、え、周り言うくない？普通周りも言えばいいじゃん。言わないでしょ。もうね、死んだよ。言っても死んだから私も。そう、同じ組の人は言うけどさ、やっぱり周り あの見てる人たちはどっちかっていうとナイスとかっていうよりももう祈ってる。そうそうそう、外せますよね。そうそうそう、そういうの、そういうのでもなんか感じるっていうか、てか挨拶してもマジ返してくれるの。知り合いは返してくれるよ、そりゃ人、ね、知ってる人は。いやまあ、私がそう思ってるだけかもしれない。そうそうそう、苦手すぎるでしょ。苦手すぎるかな。場の雰囲気としてはもう20人っていうもう決まってるんで、なんかこうやっぱりその何、敵は敵みたいな雰囲気はあると思う。いやだからもうプロテストは、しかも今年のルール改革によって、あのもう仕事ができるかできないかみたいになっちゃったんで、やっぱなんか重いですよね。やっぱ普段話してる子とかも、まあ、やっぱり話さなくなったりするし、まあ、ここは別ですよ。話すけど、なんか壁ある子は壁作んない？やっぱ、うん、嘘、何も感じないで生きてた。いや私はもう自分のことに精一杯。まあまあそれはもちろん、うん、いやでもあのいいもんではないです。あのだからマジで私お尻にめっちゃニキビできたもん。謎なんで顔にはできないみたいな。そう、全体的にあの空気が重いというか、そのなんて言うんだろうね、もう重いですよ。とにかくもうね、息が苦しくなる。もう何回受けても嫌だよね。7回目メンタル強いですねって言われましたもん。一緒に回ってる子に、後輩にそれを言ってる子のメンタルもすごいけどな。私2回目でもしんどいですって言ってたもん。もっと辛いです。いやそれ言えんのすごいよね。え、また今年もやってきたかみたいな感じ。なんか別になんかもう最近嫌とかも感じなくなってきた。なんかもう無。え、めっちゃ口臭ついてますでした。うん、ついてた、ね、なんかなんかでもね、なんか泣きそうになっちゃった。なんかね、申し訳なさすぎて、逆にこうさ、取材してくれてんのにこう上に行けないみたいな申し訳なささで涙出ちゃったよ、そっちで。涙出るそっちで涙、なんか申し訳なさすぎて涙出ちゃったよ。こんな私なんかについていいのみたいな。いるじゃん他にみたいな。ネガティブネガティブ。あ、出ちゃった。ダメダメ。でもなるよね、それは。私だってあの会場にいたら多分みんな鬱になるよね。うん、なる。あの会場に3ヶ月ぐらいこもってたら鬱だよ。でもでも今年は本当重かったですよ、やっぱり。やっぱりもう QT 受けられないってなっちゃうと、やっぱもうテストが一番ね大事だし、しかもメンバーも豪華だし、でしかもコースもその一歩間違うとめっちゃ打つんですよ。なんか気抜いた瞬間にダボと取りくるもんね。そうそうそう、ダボ取りくるから、まあ気持ち悪いかったですね。自分で何回目だったの？4回ぐらいも。4回目一緒ね、4回目で、しかも私2日目まで3位にいたんですよ。でそんで最終組でプロテスト回って、過去に落ちたの1人だけで2人目です。なんかだからやっぱりその第二の人生がないことによって、そのまあツアーに出れないとかってすごい分かるんですけど、やっぱ若手今すごいんですよ本当に。この間もアマチュアのこと回った時に、まあめっちゃポテンシャル感じたし、やっぱそういう若い力をどん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 、まあ20人ってこう区切らず入れていかないと、そのなんて言うんですかね、だから渋子みたいなそういうスター生まれないんじゃないかなって思っちゃうし、やっぱ1年間こうやって、まあ、何にも次するそうすることありませんってなっちゃうと、そのなんて言うんですかね、何目指す子が少なくなるし、もうだから、まあ、でもいつか変わると思いますけどね、この制度また。あだ名がバッファローとブダゴリラだったんですけど、今考えるといじめられてたんかな。やばい、ダメ、涙出ちゃう。だから、なんか涙出ちゃう。
やめて泣くから本当に。